まずこの心拍の心拍挿し木から挿し木からこれ3年ぐらいでこのぐらいになったっていうお話を、そうですね、これを、まあ、どうするかっていうのを今日東樹園さんの盆栽教室で教えてもらうということで、はい、川崎先生久々の久々の登場と。コロナでずっと来てたの。そうなんですよ。いや、ちょっと一個ずつ見てみます。一個ずつ見ていきましょう。はい、ちっちゃいやつから。ちっちゃい。これは樹形としてはもう、ね、うん、根上がりですよね。はい、根っこがこうむき出しになっちゃって、どういうところに生えてるかというと崖っぷちで、はいはい、でその土が崩れちゃって、うんうん、でこう根っこが出てきたっていうそういう状況です。はいはい、ですからこれ今どういうふうに作るかというと。大体ね、正面はここに決めてあるんですけどね、うんうんうん、これは変わります、作っていくと、はあはあ、この根っこをどういうふうに処理するかって、ね、これがねこれギュッとこうこう締めちゃう、うんうんうん、こうくっつけて樹形としてはもう根上がりの圏外風にこう作っていこうかなってこういう構想です、はあはあ、なるほど。ですからこの作業としてはこうラファイアでギュッと締めちゃう、中にアルミ線入れちゃってもいいです、でずっとこうラファイアで巻いていってアルミ線で模様をつけていく、これちょっと面白い気になると思いますよ、うん、値上がり。ちなみにこうバラバラじゃ、うん、まずいという、これね、それで値上がりっていうのは、根っこがあんまり絡んでなくて、でこう素直にこうずっと上がってくるのが綺麗に見えるんですよ。こういうふうに全部一つずつバラバラな、素直にこう下から上がってきてるでしょ、こういうふうに作って綺麗に見えるんです。大体、うん、これはほら綺麗にこう出てるでしょ、これは、うんうん、でここが根っこですよね、この下が、はい、で上が幹ですから、うん、これこうグーッと締めてやれば、うん、この厳しさっていうのはこれ出てくると思います、この、うん、後でこれやってみましょう、はいはい、ちなみに挿し木で根上がりを作る方法みたいな、これ深い鉢でしょ、はいはい、でここで例えばこう縛って、はい、もっと根っこを出したいと土を落としていく、じゃあ根が出てきたらちょっと掘っていくみたいな感じなんですか、根上がり作るのこれはもともとそのさ根上がりに作ったのではないかと、ないと勝手に根上がりになってった、うん、あと根上がり作るんだったらね、細いこのパイプの中に植えちゃう、最初もう挿し木で植えてた時は全然意識してないですから、はいはいはい、全然自然とこういうふうに、ん、自然になっちゃった、これ自然に面白い、これはね、これ木見ると両張りになる方向性がないですよ、これ、うん、右と左こう同じです、正面をどういうふうにするかって一応でここ刺したんですけど、はい、こっちから見こういう見方こうですね、はい、するともう一つはこっち反対側です、こういう見方、うん、ここの木の立ち上がりってありますよね、へこんでる方が前にです、基本的にはこう見てほらこうへこんでるでしょ、ここに、はい、これお腹です、ここはこうは、うんうんうん、こっちは背中で、お腹の方が基本的には前に来る、これが基本的な作り方ですよね、うんうんうん、だけどこっちもいいかな、なるほど、これ模様がみんな見えるんですよ、これ、そうですね、枝の感じこっちの方が面白そうな、こっちは面白いんですよ、うん、こっちは基本的な作り方です、そうですね、どっちにします、心拍だからね、作り方自由です、もう自分の感想でやっていないです、これも大谷さんのこれで、うん、そうそれ2つほど2つこう印つけてある、はいはい、それと、うん、この木は方向性がないですから、はい、こう方向性をつける、つけてこういうふうに持ってやる、ああ、なるほど、右側に流れさせる、 こ, れ、うん、こっちが右流れ、そうですね、これもみんな右へ持ってくるとか取っちゃうとかしないと、うんうんうん、この木は両方どっちで作るかって本人の感性次第、どうします、どうしますこっちで行こうかなと思ってますけどね、あ、そっち、ああ、賛成です、僕も賛成ですとか言ってこれも2巻ですね、うん、もうこれは方向性が大体できてます、右へ作って、うん、でここでいいところっていうと、この模様が短いでしょ、これここからここでこう見せるようにしてるんですよ、ということはこう来てこれが、ま、全体にかぶっちゃダメです、少しこうこれこの模様が見えるようにここの空間を作ってるんですよ、なるほど、で枝はもっと抜きますけどね、作る前いい枝を生かすように、そう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 、これですよね、そうそうそう、これがもうこれ、この木の見どころ、今パッと見た感じでは見どころってここだし、うんうんうん、これは腰掛け、うん、90度で腰曲がりになってますからね、うん、こういうところを見せて、ここもまだちょっと甘いですからもっとギューッと絞ってやると か, だかこういう模様こう見せればこの心拍らしさっていうのが出てくると思いますよ、これで、もうこれ以上大きくしないんですよね、そうですね、大体このサイズでいこうかなと思ってます、はい、どうしようかな、どうしようもないかなっていう、これこれはまだちょっとちっちゃいの、
ていうか、そう、ちっちゃいね。これね、見たこう小さいあのクシャンってした木ばっかりですよ。はいはい。でもこれピューって伸ばしちゃってさ、うんうんうん、で文人帳で1個ぐらいあって、さっきのあの松江さんが持ってさ、まあこれね、うん、これ、はい、こういうのを使ってもいいんじゃないかな。ああ、なるほど。じゃあこいつはまだ、うん、これはもう伸ばしておきますよ。これずっと頭だけ、うん、肥料どんどんやって伸ばして、その間にこういろいろ模様つけていけば、うんうん、じゃあこれは保留って感じですかね、うん、これこのまま作ったとこう待つでしょ、こうなったら、うんうん、松作りになっちゃうから。そうですよね。一応熟練のコースはこんなところですね、はい、で土が下がってるんでちょっと上に上げます、これ上に上げる、うん、作業しづらいんで、はい、ちょっと一回抜いて下に土を入れます。それをこのぐらいまで持ってきます。ちょっと上に上げて、うん、ちょっとこれ土入れます、はい。ちなみにラファイア巻かないとまずいんですか、折れちゃう、うん、あ、根っこをまとめるためには、はいはい、これをこうまとめて、あ、それのためにそのためにラファイア巻きます。根っこをまとめるために、へえ。じゃあここ巻いていきましょう。ここ下のできるだけ下からしまい、ぐーって締めてください。でこれ縄みたく巻かないで平べったく包帯巻くようにですよ。よし、これ切っちゃったです。これ針金かけてあと軸で作ってきます、うん、目的としてはやっぱこの根をまとめた方がいいってこと、まとめた方がいいです、うん、で、できるだけこう交差しないように、根さばき、あの植え替えの時にこう溶かしていくような感じです、うん、これはじゃあいつ頃この外すタイミングというか、そう、植え替えの時、植え替え、じゃあもうあと 2,3 ヶ月後、うん、うん、そう、これ心拍だとね4月末かそのぐらいのがいいと思うんですよ。それは何ですか。あのタイヤのチューブ、自転車のチューブ、はいはいはい、これは何のために。これちょっとあんまり綺麗じゃないから見た目見た目あとあの心拍などはこのタイヤ使うけどね、はいはい、あのきつく曲げたり曲げる時ですよね、これ巻き方はね、これ目いっぱいとか伸ばすんですよ、うんうん、これ巻いて、そんなきつく巻いちゃっていいんですよね。そうで巻き方は下から巻いてきますからね、うんうんうん、切り口が上向いちゃうから水入っちゃうんだよね。そこからゴムからやったらダメなんですか。あのね、針金食い込んじゃう、木に。はあはあ、あの傷つけたくなかったらラファイア巻いて、はいはい、それからゴム巻いた方がいいです。あ、なるほど。外すときはね、必ず針金がね、こう木に針金の跡がついちゃうから。丁寧にやる人はラファイア巻いて、その上からこうゴムやってます。なるほど。最近さ、あと普通に巻いて、うん、いや緊張と緊張と不慣れと勝つですね、これは。いやあれあれごちゃごちゃになっちゃったけど、はい、まあ、だいたい効いてると思います、はい、根っこがぐーっと上がってきて、うんうん、それからガクプチでこうガクって下がってるような、はい、そういう構想でどうかなと思います。よかった、うん、こうひねりを入れてるんですよね、うん、ちょっと効いてないかな。結
天蓋ですからね、はい、これはずっとこの鉢に近づいてこなくちゃいけないんですよ、うんうんうん、今こうでしょ、はいはい、これうまく近づいてくればいいです。これなんかねじりながら寄せてる、うん、このひねり入れといたら、あとここ引きましょう、羽がどうだよ、ここに、うんうんうん、こことこうで、ここにゆっくりね、あ、いいですよ、いいですか、いい、はい、あとね、一応ここは触ってきたんですけど、ここのカーブがちょっと甘いですね、うん、これね、もうちょっとこう締めてみましょう、これ、はい、そうだね、はい、はい、はい、すごいですねこれ、うん、ではここまでのこれ形作っていきましょうか。これだと1年ぐらいやるんですか、これ。うん、針金かけたのも1年ぐらい、半年もすれば形つくでしょう。その時に植え替えですかね。もうこれはもう植え替えはいらない、まだ新しいもんね、土が。おの外した時にここがどうなってるのかね、ちょっと楽しみですね、うん、想像つかない、想像つかないですね。もうここもが隠れてから幹だと思っちゃいそうですもんね、うん、厳しさはないとね、うん、これちょっと圏外になんなのかと思ったので、ここを締めましょう、ここに、ここで半圏外でいいや、こうで、あ、そこも、そうそうそう、うん、外した時どうなるかもしれない、どうなるかですよねこんだけやると、ここは間通したこの上か、あ、そうそう、いいです、ちょっとさ、こんなもんかな、ちょっとあの最初の構想と違う案件ただしね、こう厳しさが出てることは、ここのとこだから、これ圏外するんだったらこれもっと伸ばしておけばいいんですよ。できるだけこういうふうに鉢に近づくといけないんです。発見外でも同じですけどね、こう鉢に近づくとかです。だから後でこの根っことここが見どころになるとは思います。うん、大体形はできたかな、これちょっと楽しみですね、どうなるのか。このぐらい厳しさをつけとかね、さっきのやつはこうやって上って、ただ上向いてただけだけど、うんうんうん、こういうところが出てきてる、ここですよ、はい、この厳しさとこことここ、うんうん、で先端はもう自由に後でできるから、はい、基本の形だけ作っておけばね、いいんじゃないかなと思います。半年ぐらい、これはこのままです、肥料やって、ああ、で半年、5月か6月でゴム外してみればいいです。でこれが開いちゃったらまたこうやって縛って、1年ぐらいかかりそうな気がする